大阪市交通局868系電車大阪市交通局868系電車大阪市交通局868型電車は大阪市交通局が保有していた路面電車車両である1938年の登場当時は2011型と称していたこのためこの校では開話までの記述は2011型を使い 開番後の記述は868型を使う。1937年5月から同年12月にかけて2011から2030の20両が、梅鉢鉄工所5両、田中車用15両の両車で製造された。2001系同様の流線型を取り入れた、車体デザインを受け継ぐ、全長約11.5メートルの中型ボギー車で、2001型とは、 左右非対称の2枚窓の前面や、側面窓配置をはじめ、ロックフェンダー式の救助網や足回り及び、伝送品に変更はないが、側窓が上に拡大されたために、幕板が極めて薄くなり、前年に登場した阪神国道線71系、金魚鉢によく似た、明朗で軽快な車体を持つ車両となった。また、塗色も当時の大阪市電標準色であった、一色に、 901.2001の両形式で取り入れられた窓枠のニス塗りが大きな窓を一層に引き立たせ、より軽快な感じを与えた。2011系のデザインは901型に始まる、戦前の大阪資源の流線型シリーズの頂点に達するものであり、これら901.2001-2011-3形式は同時期に登場した神戸資源700型や京都資源。 600系、阪神国道線71型と並んで、戦前の関西の路面電車を代表する形式となった。また、これらの各形式と同時期に登場した名古屋市電1400型を合わせて、1930年代後半の日本の路面電車の代表者として得ることができる。2011系の大きな二眼窓は1940年に、 登場した千五百八十一型が引き継ぎ、以後千七百一系、千八百一型などの、大型車や二千一点二一零一型といったこれら、大型車の車体デザインを受け継いだ、中型車にも引き継がれた。二千十一型は二千十一から二千二十の重量が、天王寺車庫に、二千二十一から二千三十の重量が、蓄光車庫にそれぞれ配属され、南北線や、 堺筋線、上本町線などの南北の幹線のほか、執行線や東西線、土砂堀南岸線などで運行を開始し、901型をリファインした流線型は、先に登場した2001型と共に1601型と並んで、戦前の大阪市電を代表する車両となった。しかし、二千十一型も二千一系同様太平洋、戦争末期の大阪大空襲によって、 天皇寺、築工の両社庫が壊滅的な打撃を受けたこともあって、在籍20両中13両が被災し、そのうち10両が復旧工事を受けたが、3両が廃車された。また残存者についても、1945年6月1日の大阪大空襲で築工車庫は被災し、そのまま復旧することなく廃止されたことから、2011型は、 前者天皇寺社庫に集結することになった。その後、1949年の開盤で801.901の両形式を含めた大掛かりな開盤が実施され、861系の続版である神経式の868型となり、結番を埋めて868から884に改版された。868型も、 同じ全面窓構造を持つ801.901-861の各形式同様、戦中、戦後のガラス不足によって、全面窓のうち、左側大窓の左1、4の1あたりに3が設けられたことから、一見すると変則配置の3枚窓のようになった。868型も861系同様、開板前後に、 天皇寺車庫担当系統の輸送力強化を図るため、宮古島車庫に在籍していた1501系、1701型とトレードされるような形で、宮古島車庫へ転属した。トロリーポールのビューゲル化や、図色のベージュとマルーンのツートンカラーへの変更についても861系同様である。戦後の868型は、主な運用部隊を大阪駅周辺の いわゆる、北に移したが、天皇寺車庫のホームグラウンドである、南北線や、境筋線にも、担当系統があったことから従前同様顔を出したし、宮古島車庫の担当系統のない、上本町線にも、十四系統、安倍野橋上本町六系半東口、宮古島本通り森口の応援運行でよく顔を出していた。また、宮古島車庫担当系統の一つである十二系統、 大宮町、宮古島本通り、京阪東口、淀谷橋、川口町で、土砂堀南岸線を走り、筑工車庫の移転復活とでも言うべき、港車庫担当の二十二、宮古島車庫前から、天神橋筋六、大阪駅前引く桜橋、肥後橋川口町、境川町、港車庫前から、大阪港二十三、宮古島車庫前引くと島本通り、京阪東口、 淀屋橋川口町境川町港車庫前から大阪港の各系統の応援運行にも充当されたことから、執行線にも運用実績を残した。このように868型は車庫を転属しても走る路線があまり変わらないという、他には例のない車両となった。しかし868型も861系同様大半が、 戦災復旧者であったことから、1960年から2601型への更新工事が開始され、1961年までに6両が2601型に更新された。残る11両は1962年から1964年にかけて廃車され、868型は消滅した。保存車両はなく、 一両が自治会の集会所として転用されただけであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。